宿題は終わってますか？ああ、お前らとやったからな。私も教えてあげたもんね。それより始業式の支度はできているの？前日にわちゃーっと詰め込むと忘れ物するから危険でござる。はいはい、わーってるよ。明日の夜には親父たちも帰ってくるって電話あったから、お前らも支度終わらせとけよ。はーじゃん。ねえ、あたしもう眠いんだけど。なら先に寝てりゃいいだろう。はあ、何言ってんの。明日の夜お父さんたち帰ってきたら私たちもう一緒に寝られないんですけど。そうなのか。当たり前じゃん、兄弟でも義妹だし部屋別になるに決まってる。ははん、もしかしてお前俺と離れることが寂しいのか。勘違いをつ。即答かよ。私はただこういう慣れ合いも嫌いじゃないってだけだから、とっととあんたも寝るの。わかった？へえへえ、わかりましたよ。おやすみ、お前ら。おやすみなさい。おやすみ。違う、俺は決して妹に不死だらなことなんて考えちゃねえ。俺はただあいつらと仲良くなりたかっただけだから、だから俺は無実なんだ。なんだ、夢か。そうだよな、俺何も悪いことしてねえもん。なあ、そうだよなお前ら。ってあれ、キリノ、おいキリノ、黒猫、サオリ、綾瀬、マナミ、誰もいないのか。いやいや、トイレに行ってるとかだろう、きっと。さすがに5人で行くことはねえか。でも突然いなくなるなんて、そんなこと。いきなり現れたくせに、そんなの勝手すぎんじゃねえの。